既存のイベントドリブン型設計開発プロセスではプロダクトライフサイクルの短縮や品質のさらなる向上という命題に応えられなくなってきていますデータドリブン型の設計開発とすることで早期の品質作り込みや開発期間短縮を実現しますウォーターフォール型の開発では期間の短縮に限界がありますデータドリブンで 開発の意思決定をすることでアジャイル型の開発が実現されますこれまでの常識を覆すにはデータによる品質担保アジャイル型の設計開発プロセスが必要となります設計開発プロセス変革は3つの要素で実現されます開発段階のデータ活用が生産現場・市場投入後にも活用されていきます IoT データドリブンエンジニアリングソリューションは、設計段階の品質向上を実現する品質評価アルゴリズムを利用し、製造段階での検査精度向上や市場投入後製品のアフターサービスレベル向上までをご支援します。4つのビジネスシナリオを用意しています。順次取り組みを高度化していくことが可能です。ベーシック1では、 設計段階における試作機の挙動データを収集・可視化し、設計の確かさを検証していきます。実挙動と合わせ、データで設計品質を評価することが可能です。ベーシック2では、ベーシック1で蓄積したデータと品質評価ナレッジを次の品質課題解決に活用します。似た傾向の不具合を検出し、 早期の原因究明、定量的に評価、対策を実行しますアドバンスト1では、ベーシック1、2で構築した品質評価アルゴリズムを生産現場に適用します。設計段階と同じ指標で製品の挙動を評価することで品質のばらつきを抑制します。アドバンス2では 品質評価のアルゴリズムを製品に組み込むことで、市場での使われ方を把握することも可能となります。市場での使われ方に合わせた設計の変更、次期製品の企画などに活用します。